まずはじめなんですが、桑原委員長、何がきっかけでこの AIC2017 始まったんでしょうか。日本全国でですね、原点、いわゆる県美術展ですね、はい、というのが戦後間もなく始まりましてね、それで、岐阜県では、平成27年、69回を飾れたところで、この原点に幕を引きました。というのは、出品者も、高齢化といいますか、それから、それに伴って作品が少なくなりまして、それからまた出す人も固定化してきましたね。その辺のこれ他の県でも共通するところがあるんでしょうけども、そういう状況になったので、ちょっと強いこと言いますと、そこからこの先いろんないいものが生まれてくるのかという、そのあたりのことがどうしても、一つの限界を決めたよう、ね、というふうに思いましてね、これはそろそろもう幕を閉じて新しい出発をした方がいいんじゃないかということになりました。で、はい、になりました。はい、テーマが決まります。君直さんも美術館の館長でいらっしゃいますけど、キューブのデザインとかも面白いですよね。美術館というのはね、展示室が高いというとあるんですけど、近年いろんな地域の、その場所の特性を生かした地域が、大正芸術祭とか、先ほど四国際芸術祭とか、岐阜県の近くだと愛知と家の、商店会を展覧会場にしたっていう、ものがある中で、きっと今、桑原さんがおっしゃった岐阜県展をどうやって新しいものをしていこうかというふうに、すごく単純な考えで言えば、じゃあ岐阜ビエンナーレやるみたいな、アジトビエンナーレがあるけど、じゃあ岐阜のなんかいろんな地域的な土地を生かしたものをやりますかみたいなルートもあったと思うんですけど、でもそうじゃなくって、美術館の中でキューブをしつらえる。でそのキューブは前回で言えば展示室の中にあるキューブもあれば庭にある岐阜県美術館の庭があるんですよ、屋外のキューブもある。だからその内と外のボーダー的なところ、それは作家への部分っていうところの、一つの新しい、地域の特性でもあるし、ホワイトキューブの美術館の役割でもあるしっていう、そこの両方を兼ね備えたっていうか、新しい選択肢のキューブという、空間、室内ではあるけども屋外でもある、限られ、仕切るけども仕切っていない、それが作家が選べる、そういう問いを出している展覧会の葛藤を思います。まずこれで15作品選ばれた時点で、桑原さんの紹介を借りて、まず制作支援として、50万円が渡されるということです。これも とってもスペシャルな、50万の点だと思うんですけども、それについて、結構まず僕聞いてるんですけど、何に使ったんですかとか、どういうふうに役立てたんですかとか、その辺どうしますか、制作支援について。僕らの場合は初めてやることが多かったんですけど、いろいろ試せた。予算が決まってて、それも成功前提でいろいろこう考えてたんですけど、それを最初のブースター的にいろいろ試して、失敗も結構できたっていうのは結構。そうですね、失敗するために50万結構いい額というか、やりきれたというか、最初プランなくて、じゃあこれどういうふうに現実化するかという時は、いろいろな方法論がある中でどうやって絞っていこうかなと思うと、50万ぐらいかけて一回ダッとやってみるっていうことができたん
ていうのが、一番良かったと思いますね。はい、あ、僕はまあ、割と素直に制作費は、まあ、部品代だとか、 なんか木材だとか、あとは運ぶ材料なんですけど、木材料で運ぶトラック、結構物量が多かったので、トラックに行かなきゃ運べなかったというのはありますし、ラザの東京だとか、あとはこの展示の前に1週間ぐらい山にこもって制作してたことがありまして、その合宿費用っていうのがまあとにかく非常に自由に使えるそうですが、これに向けて使えるというのはそうです。あとこの、AIC の展覧会自体なんですが、本当に最初言ってくださってましたが、その県外の人もかなり来てくれていまして、で僕も最初にご紹介していただいたように、はい、まあ、来年のベネチア・ビエンナーレに、まあ、全然のチャンスを得た、いただいたんですけど、でも、はい、それをきっかけ、本当に結構この展覧会に出したっていうのがあって、まあ、それなぜかというと、その時、今回一緒に連れてってくれるそのキュレーターの方は、やっぱこれ見に来てたんですね、その岐阜の。何が起こるか分かんないですね。だって俺は初めてですよ、美術の館で、はい、何か作品を発表したっていうのは。でそれをやっぱり見に来てくれてたっていう人がいて、まあ、次につながったみたいなのもあるので、で そうやって外の人をとか、あと美術 の、 業界の人っていうんですかね、どんどんなんか重要な人をちゃんと展覧会に呼んでくれるような働きかけをちゃんとしてくれていたんだなとは。あと、デザインの話で言うと、我々も4月に、京都大学の、博物館で、展示するんですが、その時の、行っていただいたのもこの会場で、岐阜の中、の、加藤さんという方がお声掛けくださって、それで、4月に、ですね、運びになりました。そういう意味では本当に出会いすごいですね、本当に。入選だけではなくて、その先のこととか、それまでの過程とか、そういったところ大事になってきますよね。そうですね、しかも結構長い期間、生きてるんで、この展覧会に関わってくれた作家たちが、世界に羽ばたいていってくれるなんて、それこそこの展覧会をやる最大の意味ですからね、ぜひ頑張ってほしいと思います。本当にそう思います。特に安野さんが一番典型的な例だと思うと、基本安野さんは作曲家ですから、音楽のフィールドで言える人ですよね、はい、で、このキューブっていう制限以外は基本的に何の制限もない、逆に言えばだからこそ困っちゃうっていうか、今までの技術のなんかスタイルを踏襲すればいいっていうわけではなくて、その一切無視して、ありとあらゆる表現の形が球技に収まっていればいいっていう、それだけだった条件ですから、それはぜひ何か皆さんにチャレンジしてほしい、何の制限もないっていうのはとても難しい、本当に難しいけど、思いやりがあるのがあると思います。一つお願いしたいことなんですけど、作家の人たちは、まあ、こういう、まあ、今日話したような話の上で、はい、作品を作って出品すると。でね、僕がもうずっと1回目以後、ずっと一番考えていることは、今度は作品がもう展示された後は、今度は見に来る人のステージなんですよ。はい、なんで、その見に来る来てくれた人たちに対して作家は何かしてほしいんですよ。観客のがその現代アートに関して何か、意味のあることを考えてくれる、思ってくれるというところも、作品を作るということの後で何かどうしたらいい
何かできることはないかということを、考えて、入選した暁には、いや入選しなくてもいいですが、なんか企画委員会に、そんなアイデアを、こういうのはどう思っているようなことがあったら、ぜひぜひ欲しいです。記憶の行方っていうね、企画員の中でもどんなテーマにしようか、身体の行方っていうのがで、出品していただいて、次のテーマをいろいろね、こう考えていく、結構長い時間かけて、いろいろミーティングして、で、このその行方っていうのがやっぱり一つ、身体から記憶に移ったんですけども、AI っていうキーワードがね、ちょくちょく出てきてたんですよ、この時キーワードのテーマというかね、で、その記憶の行方っていう記憶の集積がビッグデータがあって、で、今本当にこう人間の職業は全て AI に変わるんじゃないの。で、この佐々木さんの2階か3階にもペーパーがいっぱいいるんだけども、どうなってるのっていうときに、人間とは何かみたいな、人間の行方っていうのも変わってるけど、最後に人って何っていうときに、AI にとって変われない仕事って何かっていうと、すごく芸術っていうのがあると思うんですよ。芸術ってなかなかこう解明しきれないし、人間が、ただ宇宙って何だろうな、月って何だろうなっていうその憧れがあって、解明すれば科学だけども、解明できないとロマンになって芸術になっていくっていうのがあると思うんで、で、そのやっぱり、じゃあ記憶って何だろうっていう時に、解明するとビッグデータになって AI になっていくのか、でもそれ以上のビッグデータって絶対あるんだよね、だから人間の持っているその能力っていうものをやはりこの AI 史に出していきたい。それがその芸術、音楽だろうが美術だろうが関係ない、人間の魅力っていうのをこの記憶の中で見せてもらいたい。AI が制覇しようとしている時代だからこそ、なおさらと思います。